日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。7月23日、千葉市にある稲毛ヨットハーバーで行われたのは、千葉県セーリング連盟によるイベント。大型小型のヨットの乗船を体験しに、多くの人が集まりました。ヨット乗るためには、ロープワーク、ヨットの方はロープで張ったりとかしますんで、そういうためのロープワークをしたりとか、その後クルーザーとディンギに分かれて、体験をしていただく。ライフジャケット、海に出るときライフジャケットを着ていただくんですけども、海に落ちてもらって、それを救助すると。で、ライフジャケットを着てれば必ず浮くんだよというのを改めて実感していただこうかと、そんなようなイベントでございます。やはり海で遊ぶときは我々ヨット関係者はもう必ずライフジャケットを着けるということで対応してますんで、ぜひその辺は基本的な海に出るための支度としてですね、皆さんも実践していただければなと思っています。いつもここ家が近いので自転車来てて、ヨットを見るんですけど実際乗ったことがないの で、そのチラシを見てチャンスがあったので乗ってみたいなと思っていました。風が あってすごい進みも早かったし気持ちよかったです。子供が少しこう自然に、体験できるような企画があったので、参加させていただきました。楽しかった。イベントではこのほか海での思い出を描く絵日記コンテストを開催。海の楽しさ、そして安全に楽しむための知識と準備の大切さを学べるイベントになりました。海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。